リチャード・ストールマン、リチャード・マシュー・ストールマン、リチャード・マチュー・ストールマン、1953年3月16日体は、アメリカ合衆国のプログラマー、フリーソフトウェア活動家、コピーレフトの強力な推進者として知られ、現在に至るまで、フリーソフトウェア運動において、中心的な役割を果たしている。また、プログラマーとしても著名な存在であり、 開発者としてその名を連ねるソフトウェアには EMAX や GCC などがある。なお、名前の頭文字を取って RMS と表記されることもある。最終的には AI 圏のプログラマとなる道を選び、博士研究を断念することになるものの、ストールマンは研究者としてもいくつか重要な業績を残している。例えば、1977年にはゼラルド・ゼイ・サスマンと、 トムス、トゥルースメンテナンスシステムに関する論文を発表しており、これはある種の先駆的な業績とされている。ストールマンはハーバード大学在学中から MIT の AI 研にてプログラマをしていた。AI 研での活動は MIT の陰性となってからも続き、1984年に MIT の職を実まで続くことになる。ここでの重要な実績としては、テコ。 DMAX、リスマシン OS の開発が挙げられる。1970年代の後半から1980年代の初めにかけて、MIT のハッカー文化は徐々に解体していったが、ストールマンは、この衰退に対する熱烈な批判者として活躍した。1977年、m i t c s 券は、パスワード制を導入し、これまで自由であった匿名アクセスを禁止する。 これに対しストールマンはパスワードを解読する方法を見つけた上でパスワードを空白文字に変更するよう促す。実質的に旧来通りの匿名アクセスを可能にできるメッセージを付け、パスワードの入ったメッセージを各人に送りつけるという反対運動を行う。パスワード性を覆すまでには至らなかったものの、これにより全体の20%がストールマンに賛同し、パスワードを変更する。 同時期にソースコードを配布するという文化が廃れ、コピーライトを用いてコピーや再配布を制限するのが一般化した。この代表がスクリーブであり、1979年にはこのソフトウェアに一種の次元オケが組み込まれ、ライセンスなしのアクセスが強力に禁止されるに至る。この制約に対してストールマンはユーザーの自由を制限することは人類に対する罪で、 あると通列に批判する。そして、1980年代に入ると、リスクマシンの開発をめぐり、AI 圏内部が、ベンチャーキャピタルの融資を拒否するローミー社と融資を受け入れるシンバーリックス社に分裂。両社ともプロプライエタリなソフトウェアを提供していたが、ストールマンは、ハッカーコミュニティに神話的であった前社を支持し、 1982年から1983年にかけてシンバーリックス社のプログラムの訓練をする作業に取り組む。1983年9月 GNUOS 計画の概要をアーペネット上の複数のメーリングリストとユスネットで公表。1985年には GNU 宣言を発表し GNU という名前の自由なユニックス互 OS の 開発を正式に提唱する。同年10月に非営利団体のフリーソフトウェア財団、フリーソフトウェアファンデーションを創設し、1989年には、プログラミング自由連盟、リーグ4プログラミングフリーダムを共同設立する。GNU プロジェクトは、間もなくして、多くの成果をもたらすことになった。実際に、1990年までに、 多くの GNU システムの開発が完了し、ストールマン自身が開発に携わったものだけでも EMAX CCGDB Gmake といったソフトウェアが生み出されている。ただし、本来の目的であったカーネル自体の開発は遅れ、2010年現在もいまだに一般的に利用できるまでに成熟していない。詳細は GNU ハードを参照。さらに、このプロジェクトの中で、 ソフトウェアの変更と再配布の権利を法的に保護するコピーレフトの概念が広まったことも成果の一つに数えられる。このコピーレフトの概念は GNU Emacs General Public License において初めて実装されたが1989年にはどのソフトウェアにも用いることのできるライセンスとしてニュージェンデルパブリックライセンスがストールマンの手で書かれている。 一方で GNU プロジェクトは特に思想面において数々の論争を引き起こすプロジェクトでもあった。例えば1992年前後には GNUEMAX をめぐりルシド社の開発者との対立が表面化し結果的に ZEMAX の分岐を招いた。また1991年にリーナ・ストーバルズが GNU の開発ツールを採用して以来 GNU のプログラムは Linux に移植されて広く用いられるようになったが、これは今日まで続く GNU、Linux という名前をめぐる論争を引き起こすことになる。ここでプロジェクトの理念的な側面を重視して GNU の名前を用いることを強固に主張したのは他ならぬストール運であった。このストールマンの強い思想性に対する評価は分かれている。 ジャーナリストのアンドリュー・レオナルドは、ストールマンの決して妥協しない頑固さを才能ある有能なプログラマに共通に見れる特徴だとする。2004年、ストールマンはベネズエラでフリーソフトウェアの採用を訴える講演を行い、チャベス大統領から好意的な反応を得ている。また、2006年にはインドのケララ州政府との交渉の場を持ち、同州にある1万校りの高校のコンピューターの OS を Windows から GNU、Linux に切り替えさせることに成功している。ストールマンは、質素な生活で知られる。例えば、彼は、リサーチアフィリエイトとして MIT に在籍しているが、無給である。また、同大学のコンピュータ科学、人工知能研究所にオフィスを構える以外には、定住のための住居を持っていない。彼は、この生活について、私は、 いつも安上がりな生活をしてきた。つまり、学生みたいにね。私はそういう生活が好きなんだ。そういう生活なら、金の言いなりになる必要がないからねとしている。また、プライバシーの問題に強い意識を抱いていることでも知られている。例えば、追跡を受けることで重大なプライバシー侵害が生じうるという理由で、携帯電話を持たないことを推奨している。また、 同様に入室の時間と回数の追跡が可能になるという理由でオフィスのある建物のカードキーを使うことを避けている。さらに個人的な理由から GNU や FSF の自分のページかそれに関連するページ以外は自分のコンピューターから直接ブラウズすることはないと述べている。そしてその代わりとしてバジアを動かしているサーバーにメールを送り見たいページを メールで送らせるという方法を用いているという。彼はと呼ばれるセンクパド X60 のバイオスを完全に自由な実装に置き換えたらップトップを使用し GNU、GN FSDG に適合する完全に自由な GNU ディストリビューションであるトライスクウェルグヌー、Linux を使用している。ストールマンは多言語話者でもある。彼の母国語は英語であるが彼はそれに加えてスペイン語と フランス語も流暢に話すことができる。実際にこれらの言語で2時間のスピーチも行っている。本人によれば片言ではあるがインドネシア語も使えるという。ストールマンはコンロン南下郎からフォーク音楽に至るまでの幅広い音楽を好んでいる。いや、ビアード・アルヤンコビックも好きであると述べている。彼は作曲も行っており、ブルガリアのフォークダンス音楽。 サディモマの替え歌としてフリーソフトウェアの歌を作っている。最近ではキューバのフォークソンググアンタナメラをもとにグアンタナモ米軍基地の囚人のことを歌った歌を書き上げキューバにて現地の音楽家と共にレコーディングしている。また、ストールマンは SF のファンでもありグレッグ・イーガンの作品を好んでいるという。ストールマン自身ザ・ライト・ツー・リードと ジェネティック・エンジニアリングという二つの SF 作品を書き上げている。1999年の記事の注釈によれば、私は無神論者なので、どの宗教的指導者にも従おうとは思わないが、時に彼らの言ったことには尊敬の念を覚えるとしている。なお、ストールマンは12月25日をクリスマスではなくグラビマスとして祝うことを提唱している。これは、 万有引力の法則を発見したアイザック・ニュートンを祝う日であり、彼がユリウス歴の12月25日に生まれたことにちなむものである。影響を受けた人物について、ストールマンは、マハトマ・ガンディ、キング・ボクシ、ネルソン・マンデラ、アウン・サン・スー・チー、ラルフ・ネイラー、デニス・クシニッチの名前を挙げた上、フランクリン・ルーズベルトやウィンストン・チャーチルも尊敬しているよ。 彼らの行ったことの一部には批判的なんだけどねと述べている。また、ストールマンは緑の党の支持者であり、国民投票による立法制度の実現を目指すナショナルイニシアティブ運動の支持者でもある。ストールマンは電子投票の反対者でもある。実際に2008年3月1日に行われたマンチェスターでの講演の中で投票用紙のコピーさえあれば、 最終形がより良いであるという理由で、ストールマンは紙による投票を擁護している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。